はい、どうも、かわちゃんです。エイトボールチャンネル、今日もやっていきたいと思うんですけど、今回はね、鉄拳の、まあ、筐体、アーケード筐体、あと、まあ、アケコン、それらに、まあ、共通して、まあ、ついている、このレバーとボタン、まあ、鉄拳やってる人向けにね、この動画作っていこうと思います。じゃあまず、今回の動画はどういう動画かっていうと、この、まあ、鉄拳で使われている筐体のレバーとボタンがあるんですけど、まあ、よくね、レバーの調子悪いところでやりたくないんだよねとか、レバー調子悪いと本当コマンド入んなくてイライラするわ、ストレスになるわっていう人が結構多くて、まあでもね、じゃあゲームセンターに行ってちょっとレバー調子悪いから取り替えてくださいとか、まあ調節してくださいって言ってやってもらえるところとやってもらえないところがあるっていうのが多分現状のそのね状態だと思うんですよ。ぶっちゃけ店員さんでもね、鉄拳とかそういうなんだろう、そういうの専門に詳しい人もいれば、全然そういうの詳しくない人ももちろんいるんで、そういう人からしてみればね、ほんと未知の世界なんで、ぶっちゃけもうゲームセンターの店員さんとかそういうのだから、まあ絶対調節できるよっていうわけではないんですよ。なんでね、まあそのこれから6月かな、家庭用出てアケコン買ったり、あとはなんだろう、そのマイレバーをねゲーセンに持ってって使いたいって時に、じゃあマイレバー買って自分で調節したり、あとはもう店員さんにねこの動画を見せて、ちょっとこういう風にやるんだよって、こういう風に付け替えたりするんだよっていうのがね、まあ伝われば、もしね店員さんが、あ、それで見ればできるんだったら私ね見てを覚えますよとかってなるかもしれないから、そういうきっかけになればいいなと思って、今回この動画をね上げようと思いました。やっぱね、結構ツイッターの方でもリツイートとかいいねめちゃくちゃもらってびっくりしたんですけど、やっぱり自分ね好きなゲームだから、そうやってね、こういうレバーとかボタンまでカスタムして自分のやりやすい環境でやりたいっていうのが多分もう一番のそのみんな思ってることだとなのではないかなと思うんでね、今回ちょっとこのレバーとボタンの調整の仕方、解体の仕方をね動画で説明していこうと思います。ということで、じゃあまずどうしよう。そうだね、ボタンっていうのは、まあ、わからない人のために説明すると、まあ、鉄拳の筐体、大体こう、皆さんよく見る、こういう風に、ここにボタンついてて、で、ここからレバーが出ててっていう状態の、この状態のものが、まあ、アーケードで置いてあるんですけど、これはまあ、なんか、その、ほんの一例としてね、その、まあもう、ちょっと違うタイプではあるんですけど、こういうのが、まあ、鉄板が入ってるよっていうサンプルで今日は持ってきました。で、裏見てわかる、裏を見てもらうとわかるんですけど、こうやってももうボタンははめ込み式で、でレバーもね、このここにビスが2つ止められるところがあって、もうこれがこういう感じでここ2点で止まっているっていう状態で普通のゲームセンターは固定されてます。だからまあ皆さん側から見て こっち側に人が座ってこうゲームをする、で裏側がこういう風になってるよってのを覚えてもらえれば、それでまあこの、じゃあ最初ボタンの方から説明していこうと思うんですけど、これがボタンです。LP、RP、LK、RKかかわらずこのボタン全て入ってます。で、筐体の方から2つの、まあ1つのボタンに対して2つのプラグが、出てて、それをこの見て分かりますかね、このとんがってるこの2つにブスッブスッと刺して、それが押されることによって
まあこれだったらそうですね、皆さん側から見ると RP を押すとここのプラグを通じて、筐体に信号が行って RP、まあ、ジャブが打たれるっていう仕組みなんですね。で、まあたまにすいません RP 効かなくなりましたとか右パン効かなくなりましたっていうのは結構まあ鉄拳やってる時ってもバス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 叩くじゃないですか。もうボタン押してその振動でどんどんこのプラグがつながってるところがあの振動でねゆる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 ってなってきてスポンって抜けちゃった時にまあ片方こっちがプラグ抜けちゃったとかでもう信号がいかなくなって LP 効かなくなる。だからああいう現象の時はだいたい壊れてないで振動でここがねスポンと抜けちゃってるってことが多いんで、まあ、それはもうそのまま入れてもらえれば復活しますよっていう、まあ、おすすめは本当このプラグもね何回も抜いたり刺したりしてると緩くなってきちゃうんで、まあ、ペンチかなんかで締めてあげたりもはやその配線をね配線自体をここにハンダ付けしてもらうっていうのもそしたらもう絶対外れないんですけどそうするとこうボタン自体が壊れた時に交換する時にまたハンダ付けし直さなきゃいけなかったり、まあ、確実性はあるんですけど手間がかかったりします。ということでねこのボタン自体をじゃあどうやってまあそのまあどういう不具合が起こったりするのか、まあ、さっき言ったこれのプラグが外れるプラス、まあ、レバーもそうなんですけどボタンもそうで手垢とかあとはタバコとかがもう汗とかと混じってここの隅とか中に固まっちゃってちょっと押しづらくなっちゃったりするんでこいつも長持ちさせるんだったらまあね分解して、綺麗にしてあげた方がいいと思います。じゃあどうやって分解するのっていうとまあ見てわかる通りねここ横2つに穴が開いてるんでここにほんとなんかこういうちっちゃいマイナスドライバーみたいなのをぶっ刺してあげてクッとでこっちからもクッとやると簡単にこの皆さんが押してた部分外れちゃうんでそうすると、ここにもねこのプラグの部分は別個になっててこうやってここにもクッて横のところを押すと取れるんですよ。でこれが信号を伝えている本体でぶっちゃけこれはほんと外側のなんて言うんだろうそのパッケージみたいなもんなんですよ。でこれが皆さん押してこのセンサーのここを押して信号がいってる。だからほんと本体はこれなんでぶっちゃけこれもこれだけ買い替えてこっちをきれいにしてればもうずっと使えます。こっちがもうほんとボロボロにならない限りは。でねもう毎回この中と外まあ綺麗にして手垢取ってあげてでまあその反応悪くなってきたらこっちのボタンの方の、センサーを買い替えてあげる。そうするともうこっちの側はずっと使い続けられるんで、でこのボタンをまあ新しいの買ってきたらこうやってまたはめてあげてカポッとはめてあげてこれもはめてあげる。そうすればもういつも見てるボタンになるんでこれを筐体に、まあ、さっき言ったこれみたいな感じにはめて後ろをプラグをつないでやればまあボタンの方はね問題なく整備して使えるっていう状態で保っていけると思います。だからまあねこれに関してはそんな調節もいらないんですけど、まあ、気にするとしたらこう綺麗にしてあげてでまあ
ね、あとは自分の好きなボタンをこれ単体で買ってきてあげて、あ、このボタンいいなっつったらもう付け替えてこのプラグだけ挿してしまえば使えるんで、それでまあボタンの方は全然 OK だと思います。ね、だからゲーセン行ってボタン効かなくなったって店員さんがなんでわかんないかって言ったら、もしかしたらここ2つ外れてませんかとか、中のセンサー死んでませんかって言って、まあ、上の蓋のところ開けてもらって見てもらうってのが一番だと思います。はい、で次はレバーかな。レバー、ちなみにこれがまあ今回ねその調整用にちょっと持ってきたレバーで、こっちが、まあ、俺の知り合いの三島使いの人がマイレバー欲しいっていうんで、これが一から調整して作ったマイレバーになる。音わかるかな？あんまりわかんないけど、結構こっちは、まあ後で説明しますけど、バネの跳ね返りを強くして、ニュートラル、三島使いの人とかだと、ステステ、山捨て、まあ、ステステめっちゃやるじゃないですか。で、それが跳ね返って、パンって跳ね返った返りで、6、ニュートラ、2、3が、こう、2、3で離した瞬間に、跳ね返りすぎて、7に入ったりとか、他のとこ入っちゃったりで、その、ニュートラが甘くなっちゃって、地球パンチとか、違うコマンド、違う技、シャガパン出たりとか、そういうのにつながるんで、とにかくニュートラルを強くしてくれっていう、ことでこれは調節したモデルになります。じゃあね、本題の、これの、バラし方、まず今ね、この台にこうやって固定されてます。皆さんが見てるのは多分こっから上の部分がほとんどだと思う。これがたまにこのレバー動かしてる段階でこの玉がどんどん緩くなって外れちゃっていってるっていうのが、もうどんどんこの玉取れてくんだよねみたいな、もう鉄拳しながらこの玉締めながらやってるとかって人もいますけど、それはこの玉がまずじゃあ見ても裏側を見てもらうと分かるんですけど、こことここで締められてるから、そのここがね緩くなっていってるってのがありまして、じゃあまあそうなんだ、順番どうしよう、まあ、構造、じゃあ最初構造いきましょうか。この、このレバーだいたい3層になってます。まずこのレバーの土台本体で間にセンサーで、それを、こっちとこっちで固定させてるガード、この3つで構成されている。じゃあまずそうだね、筐体から外すときはまずこの裏側に、はい、マイナスドライバーが入りそうなこのくぼみつか溝があるんで、そこに、まあ何でもいいです。マイナスドライバーでもいいですし、こういう鉄の定規でもいいんで、これをはめてあげて、そうすると、このバーずっとこっちにつながってて、この、ここですね。こう、通ってて、ここにつながってるから、要は、なんだろう。ここが、なんだろう、ビスみたいな感じで、でここにこの定規をはめてあげて、こうペットボトル回すみたいに、こうペットボトルの蓋ですね、こう回してやるとこの上の玉がね外れます。そうすると今ゲームセンターでこうなってる、こう玉外れた、こういう状態になって、で裏側からこのレバーが外せるっていう状態になります。そしたらまずこの上のバー自体のカバーですね、これがバーのカバーです。バーのカバーで、その上の丸で、このなんこうなってて、まあ、いつも皆さん見てる、まあ、タバコとかの灰とか、あとは、まあ、ガード、いろんなものをガードしてるガードがついてるんで、これも部品の一つです。これも外してあげて、そうすると
まあね、付属品が全部外れた状態、はい、この状態になります。この状態で見てもらうと分かるんですけど、ここですね。この要はレバーってなんだ、すり鉢状になってるところに、まあ、後から見れば分かりますけど、このすり鉢状のがついたバーをこういう風な感じで動かして、まあレバーを動かしてるっていう仕組みなんですね。なんでもうこのガードの真下にこれが来ちゃってるんで、よくゲーセンでめちゃくちゃ重いとか動かねえ、グイグイグリグリみたいなレバーは、なんでかっていうと汚れとかカスとか、あとタバコの灰とかがここに溜まって中の油とかと一緒になって混ざっちゃってね、すごい汚く汚れが溜まって動きが悪くなってるっていうのが一番の原因です。じゃあそれを直すために、まあこのレバーを分解していくんですけど、まず第1、この外のバー、これをもうグリ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 動かしても中にサンドしてるのが動かないように固定してるガードを外します。ガードを外すのは、ここの4点、黒の点4点、これを、内側に入れて、でガードを押してあげるともう簡単に、ちょっと力はいりますけど、はい、外れます。これが、レバーの外側です。これがないともうレバー自体が役に立ちません。でね、見てもらうと分かるんですけど、これまあここ四角形になってて、でこういう感じでまあレバーを制御させるものなんですね。要はこうなってるんで、でここによく見てもらうと、あ、なんだろう、このガコンって回すところがあって、これを回すと要はこういう状態、こういう状態にはめれるようになるんです。そうすると何ができるかっていうと、この押さえが変化してるのが分かりますか。四角形から、なんだ、長方形、ん？じゃあ菱形みたいになって、要はこれを切り替えると、まあ、よくあるこの十字方向だけにしか動かないレバーにも切り替えれるっていうシステムになってます。まあ他のゲームでね、アケコン、まあこの十字とか使うかわかんないですけど、まあ豆知識としてこの、外のカバーでこの十字架、それかアーケードの鉄拳みたいに8方向に動かせるか切り替えれるガイドにもなってるっていうのを、まあ、覚えてもらえれば損はないかと思います。じゃあ本題です。これがもうまあなんだろう、脳みそですね。レバーの脳みそです。センサー、このセンサーが調子悪くなると、まあさすがにこれは調節できません。バラして直すっていうのもなかなか難しいし、そんなにコストかけるんだったらこれ結構安いんで買っちゃった方が早いですね。レバー部品とかってネットで調べると売ってるとこ出てくるんで、これを、まあ、要はこのレバー、皆さん動かしてるこのレバーがこっち側でぐるぐるなってるのを、こいつがセンサーとしてキャッチして、まあその動きを筐体に、ここにプラグをつないで、筐体の方に信号を送ってるわけなんです。例えば皆さんがこうレバーを動かしたのが中でこうやってカンカンカンつって、要は2だったらこことか、8だったらここ、6だったらここ、4だったらここっていう感じで、このセンサーをレバーを動かすことによって押して信号が送られていって、画面のプレイヤーが動く。じゃあこれ4つしかないけど、まあ3とか7とか、あとなんだ、9とか、あと1とかはどうやって入力すんのっていうと、まあこのレバーの動き見てもらえばわかるんですけど、まあ
2とか、7、6、4と一緒で3って入れた時にここ2つここの2つが同時押しされるんですね。これが3なんですよ。要は財布っていうのは6、2、3横のこのボタンニュートラル下のこのボタンを押しながら、横のこのボタンみたいな感じで中の構造的にはそういう風に入力されているっていうのを頭で把握すると、まあコマンド入れるのにもなんか実感が湧くんじゃないかなって思います。これは理解してると割と違うと思います。これ自体もね結構もうシンプルなんですよ。どういう風にレバーの入力が入ってるかってもうこの4つのセンサーで入力いっちゃってるだけなんで、もう至ってシンプル。これね、レバー自体買うと2、3000円1個するんですけど、これ自体は多分500円、700円ぐらいで買い替えれるんで、これもさっき のボタンと一緒で、これとこれ完璧に整備してれば、まあ、1年に1回なり半年に1回なりこれを買い替えるだけでね、参ればベストな状態でずっと使い続けることができます。じゃあね、こっからもう大本題ですよ。じゃあ皆さんがレバー重い、レバーもっと軽くしたい、スルスル動くようにしたい、どうやって調節するのかっていう時に、まあ今までは分解の仕方なんですけど、今回は調節の仕方、もうこれを調節するに限ります。てかこれを調節しないとそのレバーのその動きとか重さとかの調節はできません。ただこれ買うと、まあ説明書なんかついてないんですよ。調節の仕方なんか載ってないし、自分で分解してやってみるしか分かんない、分解してみないと分かんないんですけど、ただね、分解するのって怖いと。もうどこ分解すればいいのこれ、引っ張ってみようとか、そんな感じだと思うんでね、今から説明していきたいと思います。ただこれも超簡単です。まず、このね、もうバーがね下まで、さっきこの玉外した時つけたここまで貫通してて、その中にバネとあとはそのすり鉢状になる部分がついてるんですね。それを調節していくのが一番ちょうどいいやり方です。まあ言うよりね、やってみたいと思います。まず最初にもうバネ入ってるんで、それを固定させるここにピンが、鉄のピンがついてます。この鉄のピンを、まあさっき使ったようなこういうちっちゃいドライバーでこの隙間のところに入れてあげて、で外に向けてちょっと力を入れてね、クイッてやるとこのピンが外れます。このピン外れると、もうここでずっとバネを止めてね、力入れてた部分が取れます。そうするともうバネが出てきて、これバネですね。皆さんレバー1回ぐらい引っ張ったことあるんじゃないですか、こうビンビンっつって、あ、バネ入ってるっつって、このバネがこれです。で、その中にまあすり鉢状のバネの上の蓋と下の蓋が出てくるんで、まあこういう状態でいつも、まあ、レバーがね、バネがくっついてます。そうするともうこれ残り2つだけです。このね、皆さん触ってるレバーとそれをね制御してるこの土台、この2つが出てくるんですね。でまあ見てもらうと分かるんですけど、ここすり鉢状になってて、それに対応するようにこういう風なね、まあなんかゴムの、なんだろう、そのスケボーのベアリングみたいなのの、ちょっと樹脂っぽいのの作りになって、これも外れます。で、まずは、もうレバー結構ベトベトになってるんで、このレバーの鉄の部分、汚れも相当溜まってると思うんですよ。こうやってティッシュとか、まあ、自分のね、綺麗にする、まあクロスとかでも何でもいいんですけど、こうやって綺麗にしてあげて、
まあ、鉄の油をねまず取ってあげる。これがマシンです。これ曲がってたりすると、でも曲がってたりしたらもうこれだけ買ってきて、もう売ってんのかな、これ買ってきて交換してあげればいくらでも使えますね。これ部品一つで、すり鉢状を支えているこれ、これが重要なんですよ。これとここの間にもうあの摩擦、ゴミが溜まっちゃうとね、あのすっごい汚いキツキツのレバーになっちゃうんで、まあ最初はこの樹脂の部分をきれいに洗ってあげます。まあ、拭いてね、多分タバコの灰とか、あと黒いなんかよくわかんない汚いカスとかが溜まってると思うんで、これもねやっぱすり鉢状だから、ここでガン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 動いてるうちにこれ自体がすり減っちゃったりして、そのカスが溜まるってこともあるんで、まあこれはね本当そういうのがないようにきれいに拭き取って、でこれなんか早くどんぐらいで解体できるよって動画上げた時に、あの潤滑油つけてないですよって言われて、あーそうだーと思ったんですけど、まああれね、だいたいどんぐらいで解体できるのかってだけなんで、そこら辺省いちゃったのと、あとツイッターね、あの動画1分ちょいしか上げれないんですよ。そういうのを説明してるとね、俺も何回か3分あれ何テイクか撮ったんですけど、3分とか越しちゃってて、あー収まんねーとかっつってごちゃ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 やって、結局あれになっちゃったんですけど、まあそんな言い訳をしつつ、まあこっちもこのすり鉢状になってるところも綺麗にこうやって拭いていきます。はい、ここにねもうほんとゴミカス汚れたまるんで、これを綺麗にすると油もね、多分その最初の方出荷した段階で油も入れられてると思うんで、これをこうやってもう全部洗浄する、本当に丁寧にやるんだったらもう、まあ、ここの鉄の部分もね外れるんですけど、まあなかなか外れねえまあね、こうやって鉄のリングが入ってて、これとかも綺麗にして毎回グリスとかを塗り直してあげるとすごくいい感じになります。で、この鉄がね、もうこの鉄のところも汚れめちゃくちゃたまるんで拭いてあげて、で、これでまあとりあえず動画なんで全部綺麗にしましたとしましょう。まあね、もっとあのちゃんとやろうと思えばできるんですけど、それはおのおの、まあ、動画見てる方突き詰めれるところまで突き詰めてもらうって感じで、でこれ全部きれいにしたら、まずこの土台に、まあ、そのまんまこの鉄のやつを戻しちゃうとはまんないっつうか、はまりが悪いんですぐポロンって取れちゃうんで、ここでね、まあ、皆さん何でもいいんですけど、グリス、潤滑剤、これをまあ今日ね、いつも使ってるのはちょっと別な、ちょっと、なんだろう、これは、あの、まあ、樹脂なんで、プラスチックと樹脂、そういうのに影響をあんまり及ばさないやつを使おうかなと思って、今回はこれをセレクトしました。これを、まあ、溝のところにちょっと、スッと、つけてあげて、もうちょっとかな、スーッとつけてあげると、これね摩擦、まあ油つが潤滑剤なんで、これピタッと、あピタッとつかないピタッとつかない、ただこういい具合にフィットしてくれるんで、そしたらまあね、次こっちのすり鉢状の方にもこうやって潤滑剤、まあ潤滑剤何を使うかは本当その人の好み次第、俺とかだとスケボーの
ベアリングに使われてるような潤滑剤、まあ、グリスを使ってあげて、すんごいこう滑りがいい、コマンドの滑りがいいようにしてあげてやったりしてます。逆にそのあんま滑んない方がいいっていう人とかだったら、本当になんだろう、ちょっと固めの粘り気が強い潤滑剤とかを使ってあげてもいいと思います。まあ、そこはね、好みに合わせて使っていただこうければなと思って、まあ、さっきやったこのバーにこの樹脂をつけてあげて、まあ、これにもね軽く塗ってあげて、あんま俺個人的には塗りすぎるとゴミ溜まりやすくなるんで、ほどほどにつけてもらってここに入れてあげると、そうするといつも皆さんが動かしてるレバーの仕組みができます。ここが支点になって、こうぐる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 動いてるわけですね。4、6、2、3、1、9、7とか、こういう動きの元になる支点ができます。で、レバーなんで回るのっていうのは、もうここで結構なんかレバーそのまんまぶっ刺さってるみたいなイメージの人多いと思うんですけど、ここでこういう感じでね、このぐるんぐるんしてるんで、レバー自体は固定されてるっていうよりは、こういう風にすり鉢状になってるから、レバーが回るんだよっていう仕組みになってます。まあ俺もね、口下手なんであんまうまくは説明できないんですけど、まあこの動画きっかけにね、レバーばらしてみればすぐ覚えれると思う。あと、そうだね、まあこっち、このままだと、もうストンって落ちちゃうんで、こっち側を固定させるのがバネなんです。で、バネの方の説明に行きたいと思うんですけど、さっきのリングのところに、まあ、こいつですね、この、なんか、キャップ?ハットみたいな。この、ハットみたいな部品があって、その上に、バネが乗ってて、で、その上にもう一個蓋があって、こういう状態。で、そこに、このバーがね、刺さってて、で、ここをこのピンで止めてるから、そのこのバーがレバーによって跳ね返ってくるっていう仕組みになるんですよ。じゃあまあね、これここ掃除してグリス塗って、じゃあそれだけで、まあレバーの動き滑らかさは回復すると思うんですけど、じゃあもう硬いレバーとかレバーの重さを調節したいっていう時にどうしたらいいのってなると、やっぱこのレバーを調節しなきゃいけないんですね。レバーじゃねえ、バネを調節しなきゃいけなくて、まずこのバネを、まあ難しいんですけど、難しくない、そんなに 2.5mm から、じゃあ 1.5mm から 2mm ぐらいまで伸ばすと、バネ伸ばすと抵抗が強くなるんで、重いニュートラルに戻る力が強いレバーができます。逆にまあこのバネ、まあ、こうやって揉んでやるのもいいし、ちょっと弱いのに交換してあげたりすると軽いし、すげえもう手にくっついてくるようなレバーになります。俺は結構なんだろう、まあ、バネの重さはあんま変えずに、こっちのグリスをすげえ激スルスルグリスにしてあげて、めちゃくちゃ動くレバーにするってのが好みですね。結構、まあ、吉光使いの人向けかな。で、それにちょっとバネ伸ばしてあげて、硬くしてあげたのは多分、三島使いの人向けかなって感じがします。まあ、アバウト俺の個人の感想ですけど、やっぱこう、まあ、とりあえずこの部品たちもすごい綺麗にしてあげて、ここにもゴミ絶対溜まってるんで、綺麗にしてあげて、で、まあ、組み立ての方に戻ると、
これがあります。で、このすり鉢状に、まあ、グリスも入ってるんでこうスル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 って動くようになってます。で、裏側、これの、バネの土台で、バネで、バネのキャップ、これが、この3つが重さを司る部分です。そしたらもうここに、止めてた金具、これカチンって止めるために、まあ俺はラジオペンチであんま力入れないで、ほんと一瞬ガコって入れてやると、もうこれで完成です。ここの部分で重さを調節して、で、ここにグリス塗ったり掃除してあげることで滑らかさを調節する。まあもう綺麗にしてあげて、グリスの量とかグリスの質で滑らかさを変えてあげる。だからよくある軽いんだけどちゃんと手応えのあるレバーっていうのは、ここの調節とここの調節で、成り立ってるものです。そしたらもうこのここの、まあ、今説明したここの工程をしっかりやってれば、もうセンサーは、まあ、買い替えるとしても、もう誰でもレバーの調節できちゃいます。この構造はアケコンも一緒です。ほとんど構造的にデザインがちょっと変わったりはするかもしれないですけど、だいたい構造的には一緒です。で、まあね、この、なんかセンサーをつけてあげて、これ向き間違えないように、こうやってこのプラグつなぐところをこのビスの横側にしちゃうと、後でつけるときにぶつかっちゃうんで、それに対してちゃんと上側にビス2つに対して、このプラグは上側に留めるように、まあこっちでもこっちでもこの段階では構わない。で、さっき説明した通り、これが、こっち側で皆さんやってるのはこうかな、こうやってると後ろ側でこういうふうにセンサーが押されて、そのコマンドが入力されるっていう仕組みになってます。面白いし、俺これ初めて見た時すげえ感動した。こういうふうに66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 
で、もうこのまんまだとボトンってこうサンドイッチサイズが取れちゃうんで、これを、最後に留めてあげるのがこのね、優しく包み込むカード、アクリルで、これを最後にバコンと締めてあげればもう参れば完成です。いやね、そしたら、まあ筐体もうこれごとゲーセン持ってってちょっと参れば使いたいんですけどって言ったら、もうあの鉄拳の、多分皆さん見たことあるけど、これバコッて開けてもらって、ここにこのレバーを囲って止めて、でここビス2つ締めて、で裏側このね、このカバーたまにつけてないゲーセンいますけど、これダメです、これつけないと。でこのねガードも、まあ今回ここだけにつけるんですけど、これとはもう一つ別個でこっちにつけて、こうしてこの上からつけてやると、なおタバコの灰とか汚れが入りづらくなるんでおすすめです。で、まあ固定してあげて、これカバーつけてあげて、最後まあこれをくるくるって締めて、今分かりづらいんでこれ外しちゃいますけど、まあね、ここに板が、鉄拳の筐体があると思って、その上からこのガードをつけて、でこの玉をね、たまにこの玉がゆるゆるってなってるのはね、このこっちかこの部分か、こっちの穴の部分が悪いんで、それでもまあここの芯と玉どっちか変えれば治るんで、結構玉のねバリエーション色とかもいろいろあるんで、自分好みのね、俺のおすすめはここの、ガードの部分に
あのデザインをプリントして、でこっちにもプリントしちゃって、ガチなマイレバーみたいなのを作るのが結構おしゃれなんじゃないかなと。でこれをくるくるって締めちゃって、また筐体の裏側からここの十字のところに、まあ何でもいいんで挟めてもらって、こっちの玉ギューって締めれば完成です、マイレバー。だからここの調節だけしておけば、ね、ゲーセンに持ってってやることは、元のレバーのビス2つを外して、でここのプラグを外して、ここキュッてこの玉取って外して、で自分の持ってきたレバーのビス2つ止めて、これの、玉かな、まあここら辺つけて、多分マイレバー持ってって使いたいんですって言って取り替えるだけだったら2分3分ぐらいで、まあ覚えて、ちゃんと覚えてる人だったらできるものだと思うんで、まあね、それだけだったら多分お願いしたら店員さん優しいからやってくれるんじゃないかなと思います。でね、もっと仲良くなったらこの動画見せて、ちょっとレバー、俺マイレバー持ってないからあのレバー使いやすくしてほしいんだよねって言って調節してもらうのもありだと思う。まあね、今回こういう感じでレバーとボタン調整方法をね説明していきました。ちょっとね、俺もあんま喋るの上手じゃないんで、分かりづらいとことかは Twitter とか、まあ、YouTube のコメント欄でねコメントしてくれれば、あの詳しく答えます。で、まあ気軽に声かけてください、お願いします。ということでね、まあこれ以外にも本当あのやることを全部タンタンタンとこうやって説明しないで、あの並べて、まあ、5分ぐらいで店員さんに見せるときに、これ5分だけ見てってやるような動画も作ろうと思ってるんで、ね、まあ自分でこうやってカスタムしたい人はちょっと今回撮った動画を見てやってくれればなと思います。まあ第1回目で至らないところもあったかもしれませんが、ありがとうございました。8ボールチャンネル、かあちゃんでした。またね。